はい。今日は、2022年大数学若手研究会で、明日講演する予定の、講演のリハーサルの、録画の動画になります。やっていきます。今日の講演では、The Lattice of Wide Subcategories ということで、下群のなすカテゴリーの中の、ワイドサブカテゴリーと呼ばれる良い部分圏があるのですが、その良い部分圏のなす順序集合について、の、結果となっております。本講演は、3部構成になっていて、まずイントロダクションで、私の専攻している多元間の表現論についての説明や、指定理に対する問題意識などについて説明します。次に、今回重要な役割を2つのクラスの部分圏、トーションクラスとワイドサブカテゴリー、という2つのものについて説明をします。で、最後に私の試験管について述べて、試験管の応用や、その証明の概略などについて述べさせていただきたいと思います。まず、イントロですが、まず多元間の表現論、間の表現論というのは何をやるのかということから説明しますと、ラムダを適当な間とします。ここで間は、非可間で無力、単位元と結合的な間とします。この時に、ラムダの表現論というのは、一言で言うと、ラムダ加群を調べる、そういう分野です。ここで、一口にラムダ加群といっても、いろいろな方向性があって、現代的な立場から言えば、ここに書いてある、ラムダ加群のなすカテゴリーを調べることだったり、そのカテゴリーの到来近を調べる。ことだったりが主な研究対象としてあるわけですが、その中でもよりもっと詳しい一つの方向性として、このラムダ加群のカテゴリーの中の、良い部分圏を調べるというものが挙げられます。例えば、この良いというのは、例えば何らかの操作で閉じているのようなものを良いという言うんですが、そのような部分圏全体はいくつあるのか、こういう条件を満たす部分圏はいくつあるのかっていう、ある種は数え上げたり、その順序集合、方眼によって自然に順序集合になるので、その順序集合を調べたり、という、方向性です。で、このような部分圏を調べるという立場からすると、その良いという条件を変えることで、いろんな順序集合が出てきます。これらの順序集合は、ある意味この下群圏、下群のなすカテゴリーのある種の組み合わせ論的な不変量的なものだと思えて、そういう組み合わせ論的な不変量としてのポセットを調べる。という、方向性になります。で、今回は、この方向性で、2つのポセット、2つのサブカテゴリーのポセットを考えます。1番目がトーションクラスと呼ばれるサブカテゴリー。2番目がワイドサブカテゴリーと呼ばれるサブカテゴリー。で、これらの、サブカテゴリーの間の関係や、そのポセットの間の関係というのを記述するというのが、今回の講演の目標になっています。音声大、大丈夫かな。音声がちょっと、大丈夫そうです。すいません。で、少しノーテーション。まず、主結果を先に述べてしまうんですが、トーションクラスとワイドサブカテゴリーという2つの部分圏を考えて、それらの部分圏のなすポセットのことをトースラムダ、ワイドラムダと書きます。後で詳しくは言いますが、で、今回の指定理というのは、このワイドサブカテゴリーの方というのをなすポセットが、トーションクラスのなすポセットから、ポセット構造のみを利用して計算することができるという試験管になっています。で、ここで、エグザンプル、これはこの今回を通じてずっと使っていくエグザンプルなのですが、2×2 の下三角行列間を考えると、対乗の下三角行列間を考えると、トーションクラスのナスポセットはこういう5個の元からなるこういうポセット。ワイドサブカテゴリーのナスポセットは同じく5個の元からなるんですが、非同型なポセット。このように間ラムダが与えられると、2つのこういう2種類の組み合わせ論的な不変量という感じで、2つのポセットが出てくるわけですが、この試験管が言っているのは、このこっち側のポセットが、こっち側のポセットから、あるオペレーション、プロシージャーを、することによって、こっちからこっちを作ることができる。準組み合わせ論的に作ることができる。という、主張になっています。
まあ、これが大雑把な式結果なんですが、以下、このトーションクラスとワイドサブカテゴリについて、詳しく説明をしていこうと思います。まず、今回の講演を通してはセッティングを書いていますが、K というふうに書いて、対。ラムダで、K 多元間、K アルジェブラであって、ベクタル空間として有限次元なもの、幾何間でも良いものを指します。また、このスモールモッドラムダによって、有限生成なラムダ角度なすカテゴリーを指すことにします。まあ、そうすると、アーベル圏になります。また、この講演を通じて、サブカテゴリーといったら、フルなアディティブサブカテゴリーであって、統計で閉じているものしか考えないことにします。まず、最初のトピックのトーションクラスというものなんですが、これは歴史がかなり古くて、まあ、ディクソンによって、まあ、もともとトーションアーベル群のなすカテゴリー、サブカテゴリーのなす性質を、合理化して得られた、まあ、アーベル圏の部分圏として、ディクソンが1966年の論文で定義しました。まあ、今の状況では、T というモッドラムダのサブカテゴリーがトーションクラスであるということを、以下の2つの条件が満たされることで定義します。1番目の条件は T というのがエクステンションを取る操作で閉じている。すなわち、任意のラムダ角の単管前列があったときに、左と右が T に入ってたら、真ん中も T に入る。こういうときにエクステンションで閉じると言います。2番目の条件というのは T というサブカテゴリーが、クオーシェントモジュールを取る操作で閉じている。まあ、すなわち、まあ、上のような状況、M から N に前者があって、M の方が T に入ってたら、そのクオーシェントである N の方も T に入っている。こういうとき、クオーシェントクローズドというふうに言って、エクステンションとクオーシェントで閉じているときに、トーションクラスというふうに呼びます。で、まあ、エクステンションとクオーシェントで閉じるのがトーションクラスですが、まあ、イントロで出てきたノーテーションですが、トースラムダというふうに書いて、すべてのトーションクラスのなす、部分圏のなす、集合を指すことにします。で、これは、部分圏の包含により、自然に全順序集合、ポセットになります。まあ、普通に、2つのトーションクラスが、一方が他方に含まれているときに、こういうふうに考えることで、順序集合になります。いくつか例が挙げてありますが、まず、どんな多元間でも、必ず、ゼロ加群のみからなるサブカテゴリー。と、モッドラムダ全体、一番でかい加群圏全体、0と全体というのは必ずトーションクラスになります。まあ、これは明らかに、条件を満たします。また、もともとの、トーションクラスということの名前ですが、まあ、トーションアーベル群のなすカテゴリーを、まあ、有限生成アーベル群の中で考えると、これはトーションクラスになっています。またちょっと卑微な例を考えますと、K の N 乗っていう、まあ、体の直積ですね。体の直積の場合とかは、トーションクラスは非常に簡単に分かって、まあ、体の直積の場合は、まあ、これ上の加群圏が本当に非常によく、簡単な構造をしているので、トーションクラスというのは、たかだか、簡単に分類ができて、まあ、N 元集合上のベク集合とポセットとして同型であることが簡単に示せます。まあ、これはちょっと、退化している、ある意味でちょっと自明な例なんですが、まあ、今回のランニングエグザンプル、今回の講演を通して、ずっと考える例というのは、この先ほども出てきた 2×2 の下三角行列間 P2K と書きます。です。これは 2×2 行列であって、すべての成分が、じゃなくて右上の成分が0であるような行列全体を考えますと、まあ、これは行列の積で閉じていることがわかるので、行列間の部分間となって、まあ、3次元な K 多元間になります。で、これ上の加群圏の構造はもうここに書いてある通り非常によくわかって、まあ、いわゆるアースランダライティンクイバーというのを書いてるんですが、直規約のオブジェクトがちょうど3つあって、まあ、全てのオブジェクトはこの直規約のオブジェクトの直和に一義的に書くことができる。という意味で、まあ、これとこれとこれさえわかればよい。しかも、まあ、トーションクラスを考えるときには、まあ、直和や直和因子で閉じているので、この3つのうちどれが入っているかっていうのがを指定すればサブカテゴリーが定まります。まあ、そのような仕方でトーションクラスを出す、発説をここに書いてるんですが、例えば一番下はこの3つのうちどれも取っていないので0っていうサブカテゴリー。一番上は、3つ全部取ってるので、モッドラムダ全体。
が出てきて、まあ、他にも、ここを取ったり、ここを取ったり、ここを取ったり、という感じで、5個のトージョンクラスがあることが、まあ、この場合は計算で簡単に確認できます。まあ、また、ここの図は、まあ、発生図と呼ばれるもので、まあ、多分皆さん見たことあると思うんですが、線が引いてあるのは、上の方が、下よりでかい。でかくて、あとそこの間になんか他の弦が何もない。ような時に線でつなぐことによって、ポセットを表します。で、このように 2×2 行列、下三角行列間の場合は、トーションクラスのなすポセットっていうのはこういう五角形のポセットをしている。では、少し、N の場合についても述べておきます。すなわち、N×N の、下三角行列間の場合はどうなるのかという自然な疑問があるんですが、これは実は、組み合わせ論で知られているものが出てきます。より正確に言うと、これ上のトーションクラスのなすポセットというのは、組み合わせ論でたまりラティスと呼ばれている、たまり則と呼ばれているものに同型になることが、知られています。まあ、この詳しくはたまり則については述べないんですが、いわゆるカタランオブジェクト。弦の数がカタラン数で数え上げられるようなオブジェクトであって、まあ、ある種のポセット構造が入っています。例えば、たまり則はおそらくいろんな実現の仕方があるんですが、まあ、n イコール2の場合は、五角形の三角形分割全体の集合を考えて、まあ、それ上に、まあ、適切な対角線のフリップみたいな感じで、順序を入れることができます。このように、N の場合は、N たす三角形の三角形分割の、なすポセットというふうに思うことができます。で、こういう三角形分割で、こういうなんか、全体を考えるみたいな操作で、まあ、こういうミューテーションっぽい操作は、もしかしたらクラスター代数を、見たことがあることが、方は、見たことあるかもしれませんが、まあ、実際にこの対応によって、クラスター代数のミューテーションなんと、関連していることが知られています。で、こういうふうに見ると、まあ、たまりラティスと呼ばれる、本当に準組み合わせ論的に定義される順序集合っていうのが、まあ、このアルジェブラ上のトーションクラスのなすポセットとして実現されているという意味で、ある種このたまりラティスのカテゴリフィケーションみたいなものを、これ上の、このアルジェブラ上のトーションクラスを与えているというふうに見ることができます。で、このトーションクラスについてですが、まあ、近年の多元間の表現論で本当に非常に重要な、一つのトピックを、占めています。で、その一つの理由というのが、まあ、良いシチュエーションにおいては、トーションクラスのなすポセットというのを、実は、機能的に計算することができる。ということが、知られています。これが、足立山ライティによる2014年の、論文。の結果で、いわゆる、ミューテーションと呼ばれる操作をすることができて、まあ、一番上の下群圏全体から、まあ、機能的にどんどん発生図を作っていくことができる。まあ、そういう方法を足立山雷典の2014年の論文で与えられています。まあ、なので、このトーションクラスをなすポセットは、まあ、ある程度結構計算が可能で、いろんな人が調べているものということになっております。で、これに比べて、次で述べるワイドサブカテゴリーの方のポセットっていうのは、あまり調べている人がこれまでおらず、その意味で、まあ、そのポセット構造、ワイドサブのポセット構造を調べるのに、トーションクラスを、使えないかというのがモチベーションの一つになっています。まあ、では、そのワイドサブカテゴリーについて、述べていきたいと思います。ワイドサブカテゴリーは、この名前自体はホベイによる、2001年の論文での論、命名された対象ですが、概念自体は非常に自然なものなので、おそらく、古くから考えられていたものになります。W という下群圏のサブカテゴリーがワイドサブカテゴリーであるというのを、まあ、1番目は同じく W が拡大を取る操作で閉じている。2番目は、カーネルとコカーネルを取る操作で閉じている。すなわち、まあ、W の弦の間の、W の対象の間の、斜の、まあ、通常の意味でのカーネル、下群としてのカーネルが、また W に入る。まあ、コカーネルも同じ。まあ、この2条件を満たすときに、ワイドサブカテゴリーというふうに呼びます。
で、ここに書いてありますが、カーネルとコカーネルで閉じて、まあ、可分圏はアーベル圏なので、W 自身も、アーベル圏になります。なので、2番の条件から、埋め込みがエグザクトであるようなアーブリアンサブカテゴリーに W はなって、まあ、1番もあるので、結局、まあ、ワイドサブカテゴリーはエクステンションクローズドなエグザクトアーブリアンサブカテゴリーというふうに言い換えることもできます。また、イントロで導入したように、ワイドラムダというふうに書いて、すべてのモッドラムダのワイドサブカテゴリー全体の集合を指すことにすると、まあ、これは、インクルージョンによって同じくポセットとみなすことができます。まあ、いくつか先ほどと同じような状況での例を書いていますが、必ずどんなアルジェブラでも0とモッドラムダ、一番でかいのと一番小さいのはワイドサブカテゴリーになって、自明なワイドサブカテゴリーになっており、また、体の直積の場合は、この場合は状況が良すぎるので、ワイドサブカテゴリーイコールトーションクラスっていう等式が成り立って、まあ、この場合はなので、べき集合のナスラリスが出てきました。で、先ほど考えていた 2×2 の行列化ランニングエグザンプルですが、この場合は、まあ、可分圏がこうだったことを考えて、同じように、図で表してやると、こういうような順序集合になります。この場合、ここを取るか、ここを取るか、ここを取るかっていう、3通りが、それぞれなんか並列な位置にあるということに注意して、さっきのやつとはちょっと図が違うことに注意してください。で、トーションクラスの場合と同じように、これ n×n だとどうなるのかという話も知っておきますと、まあ、これも組み合わせ論で知られた対象が出てきます。より正確に言うと、Tnk 上のワイドサブカテゴリーのナス、ポセットというのは、組み合わせ論で知られたノンクロッシングパーティションのナスラリスと呼ばれるものに、同型であります。で、このこいつというのも、同じくカタラン数、タモリラティスと同じくカタラン数で数え上げられるカタランオブジェクト、カタランファミリーの一つになっています。で、ちょっとまあノンクロッシングパーティションというのを、どういうのかというのを、ここにちょっと、まあ、今の n イコール2の例で書いてるんですが、n イコール2の場合は、三元集合上のパーティション。パーティションっていうのはこの1、2、3っていうのをなんか、ブロックに分割する、こういう分割の仕方のことなんですが、それが、1から、まあ、3までをなんか丸い形で書いたときに、パーティションを絵で書いたときに、クロスしていないものを集めてきます。ちょっとわかりにくいと思うので、ダメな例をここに書いてるんですが、これは、5元集合上の12345っていうやつ上のパーティションで、13と245っていう2つのブロックからなるパーティションなんですが、これは、13と245っていうのをこうやって囲ってやるとクロスしちゃいます。ここで。で、このようにクロスするのがダメってやつで、まあ、クロスしないのを全て取ってくると、まあ、パーティションの細分関係によって、ポセットになることが分かって、まあ、この場合は、n イコール2の場合はこのようなものが出てきます。まあ、n イコール2の場合はクロスするようなものがないので、ちょっと全てのパーティションが出てくると思うんですが、まあ、このようになっています。まあ、これは実際さっきの、n イコール2の場合のこいつと同じ形になっているわけです。で、ここで、トーションクラスとワイドサブカテゴリーというのを見てきたんですが、ちょっと、まあ、この TNK っていうアルジブラについてのオブザベーションをすると、まあ、数だけ見ると、両方ともカタラン数で数え上げられるオブジェクトでした。片方はタモリラティスだし、n たす2角形、三角形ぐらいの三角形分割だし、もう片方はノンクロッシングパーティションだし、まあ、この数もカタラン数で数え上げられます。なので、この2つのポセットっていうのは、元の数は等しいんですが、ポセットとしては同型ではない。実際、ワイドの方はこういう形で、トーションクラスの方はこういう形でした。じゃあ、この2つは、この2つのポセットは一体どういう関係にあるのかということが、まあ、気になってきて、まあ、今回の講演の主題になっています。まず、この元の数が等しいというのは、実は一般に成り立つことで、それがマルクス・スタビジェクによる、バイジェクションと呼ばれるものです。これを今から説明していきますが、まあ、簡単のため、まあ、数が数えられている状況、トーションクラスが有限個しかないような状況を仮定します。これは例えば、
ラムダが有限表現型の多元化。まあ、さっきの、いや、なんかこういう絵を描いたように、まあ、直帰訳のものが、たかだか有限個しかないような、もの。だったら、トーションクラスが有限個しかないです。まあ、例えで言えば、デンキンクイバーの表現、パスアルジェブラを考えることが、そのような典型例になっており、まあ、実はこの TNK っていうのは、こういう一直線の A 型の AN 型のクイバーを、の表現を考えることと、これ上の下群を考えることは同じだというのがあるので、まあ、TNK が出てきたのはそういう理由です。まあ、このような良い状況の下で、考えますと、マルクス・タビチェクが次のようなバイジェクションを示しました。まず、どのような C のサブカテゴリー、モンドラムダのサブカテゴリー C に対しても、必ず、それを含むような最小のトーションクラスというのを考えることが、存在します。まあ、この TC は、例えば、まあ、C を含むトーションクラス全部のインターセクションなどを取る操作で、まあ、普通に作ることができます。これを TC というふうに書いて、まあ、C のトーションクロージャーとかいうふうに呼ぶことにします。で、マルクス・タビチェクによる2017年の論文で示されたことというのは、簡単のためトーションクラスが有限個しかない状況を考えると、このトーションクロージャーを取るという操作で、ワイドサブカテゴリーに対してトーションクラスがもちろん定まりますが、これは、インクルージョンをプリザーブするバイジェクションになっているというものです。で、ここで、インクルージョンプリザービングバイジェクションなので、ですが、プセットとしては一般には非同型になっています。これはどういうことかというと、ちょうど、今までずっと見てきたエグザンプルでのマップを書いてるんですが、ちょうど12345をそれぞれ12345に移すようなマップになっていて、この場合、例えば一応インクルージョンは、例えば5と3にインクルージョンがあるんですが、5と3のインクルージョンはこちらでも一応インクルージョンにはなっている。ので、インクルージョンは保つんですが、まあ、バイジェクションでもあるんですが、まあ、新たな関係、ここにリレーションが生まれたりしているので、ポセットの同型とは限らない、にはなっていないような例にちょうどなっています。なので、今回の講演で、以下やっていくことというのは、このバイジェクションがあるので、まあ、数が等しいことは、このバイジェクションによって分かりました。ですが、順序集合が違うので、なんかこちら側の、順序集合に新たな、順序集合を導入してやって、まあ、これは、この不等号の下にカッパという文字がついているものなんですが、新たな順序集合を導入してやって、それによって上のシャドウというのが、まあ、本当にポセットの同型になっている。まあ、そのような、順序集合、順序関係をトースラムダ上に新たに導入してやる。まあ、そういうことが、戦略になります。で、以下、それについて、まあ、それがメインリザルトなので、詳しく述べていこうと思います。まあ、以下は本当に、トーションクラスをなすポゼットについての、ある種組み合わせ論的な議論がしばらく続きます。まず、この等数ラムダというものは、ポセットなんですが、それ以上にラティスと呼ばれる良い性質を満たします。すなわち、まあ、こっちの目で見てもらうと分かりやすいと思うんですが、トーションクラス2つあったら、まあ、そいつに含まれる中で最大のトーションクラス、T かつ U みたいなのと、T と U を両方含む中で最小のトーションクラス。この T、V の U みたいなが存在します。まあそういうのをミートとかジョインとか呼ぶんですが、まあそういうものが2の2元に対して存在するものを、順序集合のことをラティスというふうに呼びます。で、今の場合は、ミートの方は、ただ単に部分圏の共通部分を取ればよくて、まあ、ジョインの方は少し、やる必、頑張る必要はありますが、まあ、存在することが簡単にわかります。なので、ラティスとしての構造も入っているということに、まあ、注意して、以下、まあ、このトースラムダというラティスが与えられた状況を想定します。すなわち、L としてファイナイトラティスを指すことにして、まあ、L としてトースラムダを考えることを、念頭に置いて、まあ、このラティスの言葉でいろいろ今から定義をしていきます。まず、導入するのが、カッパマップと呼ばれる、バーナード・トドロフ2の、去年に、出版された論文での導入されたマップです。まず、1番目は、L の中でのカバーリレーションを考えます。
ここで、カバーリレーションっていうのは、まあ、発せずを書いたときにちょうどつながっているとき。すなわち、A、この関係が成り立って、A の方が B より小さく、その間に何も弦がない。まあ、こういうときにカバーリレーションっていうふうに言うんですが、こういうカバーリレーションがあると、そのカバーリレーションに対して L の弦を定めることができます。まあ、どうやってそのカッパを定めるかといったら、L の弦 M であって、B と M との共通部分を取ったら A になる。というものです。そういう集合を考えて、その条件を満たす中で一番最大のものを取る。まあ、この仕方で定めます。ここで注意ですが、一般にこの最大のものは存在するかは限らないんですが、まあ、存在する場合は定めるというふうにします。後でちょっと例を見ていきます。このようにして、カバーリレーション、発せずのこういう線一つ一つ、辺一つ一つに対して、エレメントが定まったわけですが、それを利用して、任意の弦 X の、L の弦 X に対して、まあ、この図を見てもらえばわかるように、X の下にあるカバーリレーションを全部取ってきて、で、そのカッパの、すべての、ミートを取る。という操作で、カッパバーと呼ばれるものを定義することができます。まあ、これはカッパ、これが定義されている状況ですが。まあ、少し分かりにくいと思うので、具体的な計算例を見てみましょう。まあ、ここに公式がちょっと書いてあります。まあ、L として、まあ、今までずっと見てきたこの五角形のポセットを考えます。ラティスを考えます。この場合、例えば、カッパの A を計算したかった、カッパバーの A を計算したかったら、A より下にあるリレーションって、まあ、この場合は、カバーリレーションはこの A0 っていうものだけです。で、これのカッパを計算したいんですが、これはどういう公式かといったら、なんか A と何かのインターセクションを取って0になる。そういうような何かを考えるんですが、まあ、そういう何かはちょうど B と C がそういうものになっています。で、その中で、一番でかいものを取るので、B ができます。まあ、このようにして B、カッパ、これが B になることが分かって、カッパの A が B になるということが分かって、まあ、例えば1の場合とかもやってみますと、1っていう弦のこいつを計算、カッパバーを計算したかったら、まあ、1の下にある 1A と 1B っていう2つの弦、2つのカバーリレーションに対して、それぞれ、同じことをやってやると、まあ、A と B ができて、A と B のインターセクション、ミートを取ると0になるので、カッパバーの1が0になることがわかります。まあ、このような計算から結局、カッパっていうのは A を B に移して、B を C に移して、C を A に移して、1と0を入れ替える。まあ、そういうような、オービットになっていることが計算で確認できます。これは準組み合わせ論的な操作です。で、ここで、もうすぐ試結果を述べることができるんですが、まあ、このカッパマップは先ほどは一般には well defined じゃないと言いましたが、これも、先ほどのバーナードさん、トドロフさん、ツーさんの去年の論文で示されていることで、まあ、簡単のため、トーションクラスが有限個しかない状況を考えると、このカッパバーっていうのは well defined で、まあ、しかもバイジェクションになるということが知られています。なので、我々が考えているラティスは、まあ、このラティスを考えているので、このラティスについてはカッパバーが well defined であります。で、そういう状況で、私の、まあ、今年入ってからのプレプリントで、導入したカッパオーダーと呼ばれる順序が、ここに定義されていますが、L をファイナイトラティスとして、カッパバーというのをが well defined であるような、そういうラティスとします。例えば、トースラムダみたいなラティスです。この時、L の弦2つの XY に対して、この新しい順序関係というのを、もともとこういう順序関係にあって、かつ、カッパバーで送ると、その順序関係が、逆転する。そういう時にこういうふうに書く、定めることによって、まあ、これは明らかに、新しい L 上のもともとのポセットストラクチャーより強い、別のポセットストラクチャーが定義できます。で、これのポセットストラクチャーのことを、まあ、カッパ音符を使って定義されたので、カッパオーダーというふうに呼んでいます。で、これでもう、主結果を指定理を述べることができて、
トーションクラスが有限語しかない簡単な場合には、マルクス・スタビチェクによるトーションクロージャーを取るという操作で、ワイドサブカテゴリーとトーションクラスの間に1対1対応がありましたが、これがポセットの同型を誘導します。まあ、強調して書いていますが、左辺はワイドサブカテゴリー全体に方眼によってポセットと思ったもの。右側はトーションクラスのなすポセットに、その普通の方眼によるポセットについての、新しく定義されたカッパオーダーによって、定めたもの。まあ、これによって、すなわちこの指定理が言っていることは、ワイドサブカテゴリーのなすポセットっていうのが、トーションクラスのなすポセットにカッパオーダーを入れたものだというふうな結論が得られて、トーションクラスのなすポセットから準組み合わせ論的に、こっちの左側のポセットを取り出すことができる。ということになります。まあ、ずっと見てきた例で、ちょっと見てみますと、まあ、この場合に、トーションクラスは、まあ、こういう五角形で、赤で書いたのはカッパバーでの、移り先です。で、ここからカッパオーダーを計算してみますと、こういうふうになるということが、まあ、このポセット構造のみからこういうふうになることが分かって、まあ、これはちゃんとワイドサブカテゴリーのなすラティスに、まあ、一致しているわけです。ここで例えば、ここら辺で違いが明らかにあるのは、なんか B と C あたりが違いが明らかにあると思うんですが、なんか B と C あたりっていうのは、もともとは、関係、順序比較可能な弦なんですが、カッパオーダーを考えると、比較可能項であるためには、カッパマップをアプライすると順序が逆転しているはずなんですが、B にカッパマップをアプライすると C になって、C にアプライすると A になるので、C と A は、このポセットの中じゃ比較可能ではないので、このリレーションは成り立たずに、なので、カッパオブダーの中では、この順序っていうのは消えてしまいます。まあ、このような感じで、本当に、計算することができます。で、以下、この指定理の、応用、組み合わせ論への応用や、証明の概略などについて、アイデアについて述べていきたいと思います。まず、応用は、まあ、ずっと考えていた N×N の下三角行列間の場合にアプライすることで、なんか組み合わせ論での帰結が得られるという、まあ、ちょっと面白いものです。すなわち、このアルジブラを考えた場合、トーションクラスのナスラティスは先ほど述べたように、溜まり立ちと呼ばれるもの、まあ、TAM というふうに書くことにします。こういう組み合わせ論的に定義されたポセットになっており、ワイドサブカテゴリーの方は、ノンクロッシングパーティションラティスと呼ばれる、これもまた別の組み合わせ論的に定義されたポセットになっています。なので、我々の試結果は、ワイドの方がトーションクラスのカッパオーダーって言ってるので、組み合わせ論の方に輸入することで、ノンクロッシングパーティションのナスラティスというのが、タマリラティスのカッパオーダーを入れたものだっていう、こういう準組み合わせ論的な主張を、導くことができます。で、ここには詳しくは書きませんが、一般のこれは AN 型の場合で、まあ、一般の電筋型の場合のパスアルジブラを考えることで、この等式というのは、まあ、電筋タイプ、どんな電筋タイプにも、拡張することができます。まあ、こういう意味である種、この準組み合わせ論的な、同型というのを、そのカテゴリーレベルを用いて示すという意味で、ある種、組み合わせ論のカテゴリフィケーションという、まあ、と呼べるようなものになっていると思います。また、これはちょっと知っている人向けですが、まあ、ルート系を取ってきて、それ上の、プレプロジェクティブアルジェブラを考えます。で、W をそのワイル群とすると、トーションクラスとワイルサブカテゴリーはそれぞれ実は知られていて、トーションクラスの方は、そのワイル群上のウィークブリュアオーダー、ウィークライトオーダーと呼ばれるもの、という順序集合と、同型であることが知られています。で、この順序集合というのは本当に国勢多寡群の理論ができて、まあ、できた当初からおそらく調べられている、まあ、非常に古典的な順序集合です。一方で、ワイドサブカテゴリーのナスラティスの方は、W 上の別のシャードインターセクションオーダーと呼ばれる、リーディングによる2011年に、導入されたかなり新しい、ワイル群上の、順序集合にな、順序構造になっています。で、その定義は正直複雑な定義をしており、まあ、長辺名配置などの言葉を使って定義されている複雑な順序集合なのですが、
まあ、私の主結果を使うと、このワイドの方、新しくできたシャードインターセクションオーダーという新しい順序構造というのが、実はそのウィークブリュアオーダーについてのカッパオーダーなんだというふうな、記述ができることになります。まあ、これで、まあ、シャドウインターセクションオーダーと呼ばれる新しい順序集合についての、まあ、新たな、まあ、古典的なブリュアオーダーとの、非常に、まあ、カッパオーダーを用いた簡単な関係というのが分かったということになります。で、最後に、今まで、手品のような、まず、その前にもう一つの応用として、まあ、コンピューターで計算ができるよみたいな話を少ししますと、まあ、コンピューターで、良いアルジェブラについては、何回か述べたように、トーションクラスのスポセットは計算することができます。例えば、まあ、明日の講演で、浅井さんがスペシャルバイシリアルアルジェブラの話をすると思うんですが、有限表現型スペシャルバイシリアルアルジェブラについては、本当に、これを計算するような、まあ、ウェブアプリが本当に誰でも今使えるので、このポセットは簡単に計算することができます。なので、このポセットがコンピューターで計算できれば、我々のカッパオーダーの結果を使って、ワイドサブカテゴリーのなすポセット。これは今までほとんど計算されてこなかったものなんですが、これを計算することがコンピューターで可能になります。なので、それを使うことで、ワイドサブカテゴリーのなすラティスの、プロパティをいろいろコンピューター上で実験してみたり、予想を立てたり、調べたりといったことが可能になります。例えば、これは計算例で、88個のワイドサブカテゴリー、なので88個のトーションクラスを持つようなアルジェブラについての、ワイドサブカテゴリーの計算例なんですが、まあ、もちろんこういうのを手計算でやるのは無理なんですが、まあ、コンピューターだったら一瞬でこういう計算をしてくれます。まあ、こういう計算をすることで、あと、まあ、コンピューター上で、このラティスは、どういう性質を満たすか、みたいなことをいろいろチェックすることで、いろんな予想を立てたりということができて、まあ、ワイドサブカテゴリーのなすラティスについての、まあ、研究が進むことを、まあ、期待しています。で、最後に、今までなんか少し手品みたいな手法でカッパオーダーと同じになるって言ったんですが、まあ、どうしてかということについて、最後にアイディアを述べて、講演を終わりたいと思います。まず、マルクス・タビチェクによるトーションクロージャーを取るというマップで、ワイドサブカテゴリーからトーションクラスに対して、前段者があるということに注意してください。そうすると、これがポセット同型をインデュースするというのは、結局、ワイドサブカテゴリーの間の方眼が、トーションクロージャーを取ったトーションクラスの間でのカッパオーダーと同値であるということを示せば十分です。で、ここでカッパオーダーの方なのですが、カッパオーダーをまあ書き下すと、まあ、これ、もともとこういう方眼関係にあって、カッパバーすると逆転するというものなんですが、このカッパバーというのが、実は、こうなるということが、示されております。まあ、これは W1 に対する、左側のホーム直交圏です。で、そうすると、まあ、このように変形ができて、カッパオーダーというのは、右側の条件を、このホーム直交圏についての条件に書き換えることができて、で、もう一回ホーム直交を取ってやると、トーションフリークラス側の言葉になるので、こいつはホーム直交を取ると、W1 のトーションフリークロージャーが出てきて、こっち側は W2 のトーションフリークロージャーが出てきて、トーションフリークロージャー側でのこういう方眼に、右の条件は同値になることがわかります。で、そうすると、カッパオーダーは結局、それぞれのワイドサブカテゴリーのトーションクロージャー側での方眼と、トーションフリークロージャー側での方眼と同値になるということが結局分かって、まあ、それは大体 W1 と W2 の方眼と、まあ、近そうに見えてきます。実際、左から右の方は明らかになりとって、右から左の方は実は、どんなワイドサブカテゴリーも必ずそのトーションクロージャーとトーションフリークロージャーのインターセクションで書けるということが示すことができるので、まあ、そいつを使うと左から右も容易に分かり、で、この同値性が従うということになっています。なので、なんでカッパオーダーというのが、を導入するのが自然かという考えで言えば、ある意味そのカッパマップというのが、トーションクロージャーをトーションフリークロージャーにある種フリップするような、まあ、そういう入れ替えるような、なんかそういう操作になっている。ので、
カッパの法を要求するということは、ちょうどポーションフリークロージャー側での要求もするということになっているという感じの、まあ、直感的な説明になります。ポーションフリークラスについては、ちょっと、まあ、説明を省きましたが、まあ、ここら辺はちょっと知ってる人向けになります。まあ、このようにして、カッパオーダーというのが、ワイドサブカテゴリーの方眼を特徴づけていることが示されるので、試結果が証明されることになります。これで以上で講演を終わりたいと思います。ご清聴いただき、ありがとうございました。